皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、10月の15日、13時3分、まあ本日はお休みということで、岡田監督のまあ原口選手がこの間最終試合で、最後の打席にホームランを打った時のチッて言ったやろチーじゃないな、チーって言ったやろっていう、笑いながら言ってくれてるところが、まあ、すごく印象的なものを、今日発見しまして、昨日、岡田監督へのメッセージ、まあ、プロ野球業界としてもなんですけども、もう、途中からだいぶ聞いててみると嫌な気になるような、こう、悪口とか文句を言ってるわけじゃないですよ。そのエネルギーの残存問題の話で、これ本当に無理やなっていうところ、だんだんこう、感じてくるような内容にだんだん変わっていった、で、僕もその動画撮影した後、やっぱりこれ公開するにやめとこうって。一応まあけど、ある意味かなり重要なこととか正しいことも言ってるからどうしようかなぐらいで、今一応動画自体は置いてるんですけども、一旦もうこちらを先に公開するように、しますね。で、それ何かっていうと、ロッテ戦で、しくじってるんですけども、ある意味ちょっとしくじってるとも言い切れない部分が、その本当は、2連勝で、ロッテ勝ててるはずだったんですね。で、状況的にどうだったかって言いますと、延長戦で、3対2で、日本ハムさんが勝った試合なんですけども、あの時の状況として、16時30分ぐらいに、そのパソコンを、こう、インターネットとアクセスした時に、もうそれもしちゃダメだってなったら、僕、何もできなくなるんですよ。わかります?言ってること。ネットプリントとかでも印刷するでしょ、裁判所に。そう、何か追加するのも、もうその辺のところも、もう気力的にも限界来てるんですけども、もう今まで出してる分でもうええか、みたいな形にちょっとなり始めてるんですけども、16時30分にロッテと、その日本ハムの試合が2対0ってなってたんですよ。で、14時から試合が始まっている以上、まあ、これはロースコアだし、早く試合終わるだろうなと。で、ボクシングの世界戦が17時ぐらいからありますと、まあ、入場シーンとか、まあ、いろいろ最初ちょっと放送するものとかあるわけじゃないですか。だからまあ、ボクシングの世界戦も、まあ、野球の試合が大体、3時間15分あれば、ほとんどの試合終わるっていうところ込みで、その17時から、プライムビデオで放映っていう形に、してたんですよ。で、これ、なぜプライムビデオなのかって言ったら、その、まあ、レフリーの人とかが、英語で話したりしてるところ見てもらったら分かる通り、いろんな国の人と日本人選手が試合したり、他国の人同士の世界戦とかも込みで、まあ、2日連続で行われますと。で、昼ごはんを食べるタイミングになってくるんですけども、まあ、だから、まあ、以前も動画で僕言ったはずなんですけども、食べた時が、その瞬間であるはずだと。それ以前購入した瞬間が、ペン取られたケース、今までいっぱい証拠残ってるから、で、それ込みでね、もう言ったし大丈夫だろうと。仮に取られたとしても、1点のはずだから、大丈夫だろうっていうことで、丸亀製麺に17時ぐらいに家出て、買いに行ったんですよ。で、その持ち帰りのうどん弁当で、家帰ってきて、で、食べ始めたのが17時15分か20分ぐらいで、で、映像に関して、阪神タイガースのところは、ライブ中って出てきて、得点は出てこないんですよ。変な気遣いなのか何なのか。多分、阪神タイガースはすごく、
負けてるところとか、それ気遣いなのか、なんか横浜、私この横浜 DeNA って言ってるから、別にそれはそれで公表してくれたらいいじゃないって、そこまで負けてるんだったら仮にその1点阪神タイガースが背負うが横浜 DeNA が背負うがいいわけじゃないですか。優勝回数第二次世界大戦の後揃えていく話で考えると、でなぜか日本ハムがね、あのいつの間にか同点になっていて、その2対0の時点で多分2時ぐらいになってると思うんですよ。16時30分ぐらいでしたから、ですよね。だインターネットの表記でまず誤差を発生させて、こちらが間違えた認識になるっていう状況を作る、でそれで得点する、無理やり同点にする、で僕はもうボクシングの世界戦もあるし、もう食べるとしたら今からって なったんですよ。これもうあの4試合だからもう大体まあ22時前ぐらいになるだろうな、まあ、ボクシング業界もその3時間15分ぐらいにはっていうところを考えて、まあ一応1試合目はその日タイトル戦ではなかったんですよ、まあ、世界戦ではあるにせよ。でまあまあ15時15分ぐらいにうどん弁当をこう急いで食べて、でその頃いつの間にかロッテと日本ハムの試合が延長戦になってたんですよ。でこれ試合時間ね、本当にピッチング1球1球にすごく時間かかってる試合と、早く投げてる時だったら4対0でも3時間以内で終わったりする試合とかあるんですよ。本当に効率よくこの回5球で終わらせたとか、6球で終わらせたとか、7球で終わらせたとかあるんですよ。すぐにバッターが打ちに行って、ライナー性の当たりなんですけども、野手真正面とか、本当にすごく効率なく試合が進んでるときは試合進んでるんですけども、そこもう僕の状況としてもうその時間も食べるしかないの状況なんですよ。井岡選手の時が、世界戦の時、あの日関西の一番大きな河川大淀川枚方大橋のところ200メートルか300メートルぐらい大きな橋があるんですけど、前から死んだはずになってる長嶋茂雄さんが自転車乗りながら真顔でこけいしながら横横に一瞬僕あれなんか今どっかで見たことある人やけどもって、あれ長嶋茂雄さん死んだことになってるはずなのに。でその日ね、僕もボクシングの世界戦、井岡選手か、どちらかというと関西、井岡選手 のシャープエンジニアリングの仕事で、井岡和人選手の父親の人も、その頃はまだ世界チャンピオンじゃなかったんですけども、シャープエンジニアリング の家電修理の仕事に行った方なんですよ。その頃分譲マンションで、尼崎の方の。で、その話は一旦置いとくとしてですね、その日、井岡選手の世界戦があったんですね、その何ヶ月も前の。その日、もう昼ごはん抜きで、その河川の撮影しながら、いろいろ思い出しながら、もう泣き声で最後の方喋ってるんですが、記憶取り戻して、これ昔はもうここに来たことがあると。でそのもっと前は二十歳ぐらいの頃に、桂川の上流、鴨川と桂川があるんですけども、桂川の上流じゃなくて鴨川の上流の方に友達と、まあ、そいつも建築業界の同級生のものなんですけども、見に行って、どうこうみたいな話、二十歳ぐらいの頃ですが、今から、27年ぐらい前ですね。でその辺の話とか思い出して、もっと前の話、その河川水門開始ダム発電を一番最初に考え始めたのは、これ小学生の頃やわっていうのを思い出して、でおばあちゃんが、皇居出入りしてるのか何なのかの映像、そういうふうなものを一部家に以前回ってきてた映像の意味が、これ身に覚えがないだとか、そういうことをテレビでねこう言われながら、最初はもう裁判所ですけども、だったと思うんですけども、
まあ、途中からあの弁護士さんが言ってきてるんだろうなって、あのその人とはその後あの神戸市のその弁護士の相談係のところ1時間で5000円ぐらい取られた、じゃあ1時間じゃない、あれ1時間もなかったと思うんですよ、15分ぐらいでしたっけ、30分ぐらいでしたっけ、 1時間だったかもしれませんけど、 なぜ5000円ぐらい取られるんですか生活保護者でも。まああのまあまあまあ生活保護者になった時点でもう完全に積まれてる状態なんですけども、まあまああの話がだいぶ飛び飛びになったんですけども、まあその井岡選手のあの試合があった日、朝ごはん食べたのが家7時過ぎぐらいに出てるんですよ、その河川の撮影だから起きて朝ごはん食べてるの最低でも6時台のはずなんですね。で撮影終わって帰ってくる電車の JR の電車の中でボクシングの世界、そうや今日やったっていうのを思い出して、これ他の試合もう始まってるわ、でもう京都駅か大阪駅ぐらいからもう座ってるんですけども、もうこう尊虚の姿勢でもうずーっと気になって頭の中キャンキャン、もう多分他の人から見たら、あの人電車のあの座ってる人、あの人何してるんやん、もうこの尊虚の姿勢でずーっとこう背筋ビタッとこう動きを固定して、こう何か呪いが来ても弾き返す状態でその日晩ご飯食べたの15時間後なんですよ、昼ご飯食べてないんですよ、あそこだからこの間のロッド戦に関してはボクシングの試合が終わった後ね、あの僕もいろいろ考えてるその内容を多分井岡一人選手は言ってるんですけども、判定でもまあその試合どちらかというと、いやこの試合井岡選手の判定勝ちだろうっていうような感覚だったんですよ。後から映像とか変わったりするから僕もよく分からなくなるんですけども、井岡選手負けちゃったんですよ。で後からの映像を見たら、あまあちょっと相手の方がポイント上かなっていう状態なんですけども、その映像本当のことを言うと信用できないんです、はっきり言って。後から映像変えられますから、あの野球業界も変えられてるんですよ。去年の、アジア大会、2023ペナントレースが終わった後、岩田監督の時なんですけども、あの牧秀悟選手がホームラン打った時ってランナーがいて2ボールノーストライクの時ですよね。で僕その時はさすがにそのカウントは相手ピッチャー絶対もうストライクゾーンにボール入れてくるだろうなと、その阪神タイガースの、まあ、世界中僕が関わって試合を行っている話どうせ出回りますから、で韓国の方もこれ以上フォアボール出したら絶対危ないと、そういう状況出来上がってますから、阪神タイガースも12球団1フォアボールの数が多いと、誰がどう考えてもワンヒットで得点できるだとか、もうその状況になったらストライクゾーンボール入れてくるしかないから、もうさすがにそこは東京ドーム無風ボールがすごくよく飛ぶっていう状況、そこも長距離バッターだしホームランそこそこ打ってるバッターだし、それが中本千賀の選手の狙っていったらいいですのところは、そこは単打でもいいから、そこどうせストライクゾーンにボール入れてくる、そこはその身長170センチぐらいの人たちに、その長距離打者じゃない人たちにそのホームランを狙いとは言いません、それすると確率ガクンと下がるから本当にもう体格見たら分かるから、で牧秀悟選手だったらもうこうもう狙ったらいいって、もう解説席も言ってる、もうそこを狙っていったらいいですよって、さすがにホームランとは言いません、どんなボールが来るか分からないですからただそこはもう正直心の声で頭の中で描いてるのはもう絶対ホームラン狙いなんです、本当にもうランナーがいて2ボールノーストライク、もうピッチャー最悪置きに来てるボールで、球速とかたまに嘘の日落ちてくるんです、150キロの、うっそ、いいな、今の130キロ出てるかどうかやろうって、僕も自分で投げてみたことあるか分かるから、体鍛えて。4巻同時に持って、スタスタ歩いてくれ、歩ける筋力、本当に。それ休みの日ですけどね。まあまあ、まあまあ、140キロ台のボールが投げたくて、まあ、まあ、合間見ながら体鍛えたりだとか、まあ、そういうふうなことを教えた時期だったんですけども、まあ
その経験から言わせてもらいますと、やっぱり相手ピッチャーもストライクゾーンにもうこれ以上フォアボール絶対許せない状態だから、それしたら あの時アウトカウントいくつでしたっけ、ワンアウトぐらいでしたっけ、ワンアウトでもあのそれ以上フォアボールは絶対危ない状態でますますストライクゾーンにボール入らなくなるかもしれないから、その野球界のね、あの大谷翔平選手の時にもあのしっかりと言ってるわけじゃないですか、他の人でも。これは一部お客さんがお金払って見に来てる場面もあるから、ホームラン競争とかでも勝負ごとから逃げちゃダメですよっていうことを言ってるんですよ。プロ野球界にも昔言いましたけども、王貞治さんの55本を超えちゃダメだっていう外国人の人が、そんなルール使ってても面白くないって、もうみんなフォアボールばっかり出してるでしょ。あんな逃げのピッチングなんかもう見ていて、もう僕は日本人としてもう日本人が嫌になったっていう話、そんな卑怯なことまでして、その日本人の記録なんか守りたくないっていうことを言って、でそれでまあバレンティン選手があの年間60本っていうホームランを打ってるんですけども、で、もういいからって、もう日本人が今度その60本を超えたらいいから、もうそれだけの話だからっていうことでそこ強引に押し切ってたんですけども、あのそうじゃなかった、もう最後の方の10試合ぐらい全員カブレラ選手とかローズ選手に対してほとんどストライク投げないんですよ。9割ぐらいボール球僕は日本人としてはそのもうそう分かんないですよ。それしたら余計ストライク入らなくなるかもしれません。スタンドに迷惑を投げ入れたくなるんですけど、絶対それはしません。僕は人として絶対したことないです。本当に迷惑を球場に投げ入れるとかそういう行為本当に絶対しないですから。まあまあその ロッテ戦の話に戻しますけども、ボクシングの世界戦で、それ、阪神タイガースが日本一になった後、他の世界戦に取り組みやすいからって、僕、公言して言ってるんですよ。で、エシロンっていうシステム、ホームページ、淡井圭介に履歴描きます。エシロンっていうシステムあります。覚えてます、コンピューターが。どういう風な差配とかをするか分かんないでしょ。国連加盟国は全員国連人ですって言ってます。本当に本当に。で、もう僕の頭の中ではね、もうこの時間だし、2対0だし、ね、試合中にシャワー浴びてない、食事もしてない、勘ですけどね。だけど、そこはいつにか同点になっていて、だから、インターネット表記で嘘を表記されてたんですよ。阪神タイガースとかライブ中なのに、ロッテに関しては2対0で、多分その16時30分だったら2対1でしょか、2、もしかしたら最悪2対2ですかね。わかんない、わかんないですよ。その試合経過見てみなかったら、ロースカーでも3時間超えてくるケース結構あるっちゃあるんですよ、本当に。だからもうその日は本当にもう、うどん食べて、で、まあ、2ラウンド目から岩田選手の試合に取り込む。そこをもう冷静に落ち着いて歯磨きして、何理由で攻めてこられるか僕もわかんないんですよ。本当に本当に。歯磨きしてるかしてないか、義務教育で習ってるか習ってないか。義務教育で習ってる話は、YouTube でいっぱい言ってますから。で、その辺のところでね、世界共通語の英語使ったら日本人が不利になるとか、母国は英語だとか、さすがに OK ぐらいは世界中の共通語なんです。それ言葉のワードで組み上げなかったら OK という簡単な英語ですら心の中とか頭の中とかでも言葉の声とか頭の中で良いっただけで日本人選手一瞬不利になるんですよ、その人。そこもやっちゃうちゃういくらなんの OK は世界共通語だと。であんまり英語の幅も広げすぎると自分の人生で英語をあんまり使わない人たちは義務教育で習った英語を忘れていくんです。そもそも漢字自体忘れますか、漢字の意味、四字熟語とか忘れるでしょ。それと同じで漢字の義務教育で習った意味とかも調べ直さなきゃならないですよ。で六法全書に出てくる言葉っていっぱいあるんですよ。義務教育で習ってない感じがいっぱい。で、今日ね、まあ、岡田監督も含めて、プロ野球界の時間のある人に見てもらいたいんですけども、
ガンダムの新しい、まあ、ストーリー、内容の提案っていうものをね、先ほど録画した、まだ公開してないんですけども、この時刻では、まあ、今日中に、動画で公開しようと思ってるんですけども、人口の本当の話とか、国連が負けていました。そのね、ネットフリックスで、外国人の人が監督になってレクイエムがどうこうって昔もなんか聞いたことあるなって思うんですけども、もしかしたらだいぶ前の動画かもしれないです。もう本当の人口の話とか連邦に謝らせた方がそもそも宇宙に行くこと自体が不可能だったって。ガンダムの富野さんもいろんなことをね、良かれと思ってエネルギーの残存量問題とか資源の残存量問題とか先行のハサウェイで主人公のハサウェイが言ってるんですけども、人口が増えすぎてるから人類は宇宙に行くしかないんだみたいな話をしてるんですよ。その頃は、元々の小説はまだ1990年か1980年代の小説だと思うんですよ。それを元に、作ってるんですけども、先行のハサウェイをリメイクして、で、僕の方で提案したんですけども、でそのダブルオーガンダムとかで軌道エレベーターの話が出てきてるんですけども、ロケットなんかでいち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 金属とか乗せて宇宙とかコロニー作って建設する、もしくは月に、基地を作る、住居スペースを作る、穴掘って地下に作る、どんだけガソリン運ぶつもりや、どんなロケット飛ばすその話に最初付き合わされて、子供の頃軌道エレベーターそれだったら作るしかないって、でもちろんそれガソリン消費したらダメだから、ダブルオーガンダムの世界で軌道エレベーターは太陽光パネル全部貼り付けてるんですよ。で相手の悪役キャラとかがね、攻撃を始めてその軌道エレベーターソーラーパネル片っ端から剥がれていって崩されるんですよ。一応ガンダム側は主人公側だから、良い人側で、活躍しなきゃならないから、軌道エレベーターを守るような形で軌道エレベーターへの攻撃は仕掛けないんですけども、誰かの攻撃が当たって敵側だと思うんですけども、ソーラーパネルがね、地上に落下してその下に作ってる町のところが、ものすごいことになってしまうっていう話があるんですけども、もっと話を落ち着けた内容、それはもう見て確認してください。最後もう最初から最後まで政府が謝らなかった話、本当の人口発表しなかったら絶対倒産の山あられになるって、ほらもう倒産して空きスペースのところまた新しく何か店出しようって、もうどうせ倒産するのにって、この辺のところのエコールイラでもパンプキンっていうパン屋さんがあるんですけど、それ昔もあったから本当は、それ一回とそこ店じまいしてまた新しくパンプキンが出てきてるから、かぼちゃハロウィン、ハロウィン、こんにちは勝利、まず挨拶から、僕のこの状況喋り なんかもうみんな自分から言葉が出ないっていうところで、挨拶こんばんはとかこんにちはから始めたら一応声は出せるっていう話、歩きながらでも、それかもうだから怒ってる時とか絡んでる状態とか、あと喧嘩打ってくる時とか都合よく声が出せる連中、本当にめちゃめちゃ鬱陶しいから、本当にそれ本当は集団暴行だから、睡眠時間とか妨害して裁判妨害もくっついてきて、で、他にも法律違反一つや二つじゃないから、迷惑防止条例違反とかもありますし、迷惑防止条例違反から逮捕になってる連中とかもいっぱいいるから、で、他の県とかでテレビで放送されてるから本当は、で、ごめんなさい、岡田監督途中から一般人向けの言葉になってしまいまして、で、まあまあそういう状況で本当になってる皆さん本当に申し訳ありません、もうそこ、まあ、僕だからコンピューターいやそこで食べなかったらどうなるんだ、いやそこもう阪神タイガースの負担でええやんって、淡い家族球団社長とかわけわかんない話、それどうせ会社の登記簿買いに行った淡井さんっていう人じゃないでしょ、僕の代理人みたいな形で、他のインターネット記事見ていても岡田監督の体調を気遣ってっていう形で、僕も前もって岡田さんに言ってたはずなんですよ、その就任する前に、でもし睡眠不足とかだったらもう
下ろす方向でって、僕はもし何か言っても3期目とか言ったとしても、まあ、何かポストを用意しておくとか何かそういうふうな話で、ただ証言者としては出てきてもらわなかったらこの話僕が訴える頃には証言者が会社にいなくなってしまうっていうそのむちゃくちゃな話、そこはちょっとどうにかしましょうというところで、今岡田さんの声分かってるっていう声が聞こえてきてるんですけども、そういう形で、今回、ペナントレースでそれが、最終的に、巨人戦対 DeNA 戦に関して地上波の放送があったら多分僕取り組むと思うんですね、横浜 DeNA さん側で。でそうなった時にロッテさんがもし日本ハムさんと勝っていた時にこれ結果どうなるんだろうと、多分試合時間同じになりますよね、重複していたとしても。結局、ある程度意識した場合どうなるかっていう結果は今までも出てきてるから皆さんご存知ですよね。得点入らなくなる、ランナーは出ては出るけども得点が入らなくなって そっちの方に得点がいったりだとか、ちょっとね、裏の裏は表っていうちゃんとこれは世界中で流行った言葉なんか、あらかじめ流行らせておきましたから、各選手それだったら裏だ、阪神タイガースの選手も言い始めるでしょ、あれ誰が何回言ったかもう分からなくなるし、それそもそもカメラのないところで言ってる時は有効化されてないでしょ、それ後から出てきた時に未来からの時間軸からの話これどうなってるのっていう話になるんですけど、何かで納得させるための話だったのか何だったのか、もう僕もよく分かんないですよ、こんだけルールがいっぱい出来上がったら何に対処するか。だからもうとにかくもうあらかじめ言ってた、もう阪神タイガースが日本一になったら他の世界戦とかそれ取り組みやすくなる、そちら専念するっていうこと言ってたっていうところで、そのもう取り組もうっていう形で、もうそこもうどん食べて自分的にも無理あるかな一食抜きの話、もう気がついたら今年は、覚えてるだけでも2回ぐらいは一食抜きの日、2日はありました。その一つも井岡選手の世界戦15時間間開けて朝ごはんからボクシングの試合終わるまでそれね、明日のジョーの話あれ絶対嘘ですから、サウナとかの部屋に入ってで汗流してでバタって倒れたりしてるでしょ、あんだけ体調不良になったら絶対試合無理ですから。違う、河川の撮影行ってる時に僕1日で5リットル以上水飲んでるんですよ、それはせいお腹膨れてお腹空かないんですよ、わかります、ボクシング業界の明日のジョーの逆のことを言ってくる嫌がらせ、僕は頭の中を供給したりする方だから体力的にね消耗しいてもなんとかなったりはしますよ、だけども肝心かな皆さん、そこまでヘトヘトになったら試合なんか根本的に無理だよ。昔何の嫌がらせかわからないですけども15ラウンドさせられてたんですよ、これは無理があるっていうことで12ラウンドに短縮したのと、あとプロ野球界の延長戦、あの嫌がらせだけは絶対優先っていう話、昔クライマックスシリーズで引き分けあったでしょ、引き分けありの話で、一応それが、高校野球とか、あとは、世界戦の野球で、ノーアウト1、2塁からっていうケースに変わったりだとか、そういうふうな、形に変わったりだとか、早く、延長戦それ以上長引かせないようにっていう形で、で、私としても
家の中でどうなってたかって言ったら、もうもう途中から踏ん張り効かなくなった時も、もうとにかく体に力が入らないと、あと精神的にも完全にやられてるんですよ。まあ共同訴訟の方で、佳子さまたち呼んでますけども、全然現れない。で、高島彩も現れない。では、民法190条の方で、証人尋問に関して求めていると。で、一応それはこの間、高島彩が出てる、サタデーステーションの方で裁判所で話しましょうっていう内容は、撮影して裁判所にも提出してるんですよ。で、どういう形で出てくるかわからないです。で、プロ野球界も自分たちの我がの利益を守るために、どうなるかわからない。なお、もう河川水門会下発言、これ以上進む可能性、今のところゼロです。はっきり言って。議員として出たら、それはそれで無理です。世界中、議員の無茶苦茶加減を止める人間が、僕しか方法いなかったんですから。ガソリン車の生産なんか停止、誰ができました、今まで。こんなこと僕は二十歳の頃から言ってましたよ。で、まあ、プロ野球界の皆さんですけども、こういった話、全部てんこ盛りで、もう議連側でね、海外の人が 監督されるんでしたら、議連側というか、ジオン側、ジオン、まあ、どういう名称か分かんないですよ。対連邦対宇宙スペースノイドと呼ばれる宇宙の、宇宙人として生活されている宇宙人です。ごめんなさいね、もう今日休みの日にしてるから、もうヘラヘラヘラ笑いますね。絶対人間だから そこはだからもう連邦の方が人口も嘘ついていた。 まあ後でその第2も撮影しますけども、まあ第2の方でそのガンダムの世界も間違えてました。 スペースノイドの話自体が嘘でした。国連の統計の発表してる世界国勢税、人口増えっぱなしになってる。僕もあれ4000円ぐらい出して買ってるんですよ、昔から。それ二十歳ぐらいにも買ってるんですよ。で、一回騙されて、いや、本当のところの人口はっていう話を聞いて、で、僕は当時住んでいた東山高校、12階建ての分譲マンション、そこ解体してくれなくて、神戸ウィングスタジアム作ってる話で、もうテレビ局が組んでる話とか、議員の話とか、もう全部教えてもらった時に、もう頭の血管がもう、いや違う、頭利かんじゃない、堪忍袋の方が切れて、まずワールドビジネスサテライトが悪いと、経済の話ばかりしようと、マイナス効果の経済の話まで、経済効果で何千億円とかいう話するでしょ。あれ、支出で出ていったお金まで経済効果って言い始めるんですよ。で、誰が得してる、金儲けしてる、テレビ局、民間のテレビ局、スポンサー、オリンピックとか。で、ウィングスタジアム神戸作ってたでしょ。建築業界とか。昔、建設業界の CM とかあったでしょ。いらん、いらない、いらない。自動車業界ももともといらない、いらない。エネルギーの残存の問題で第一次世界大戦も第二次世界大戦も始まって、行政がし始めたこと。戦争を始めれるのは行政しかいないんだから。だから行政が一番悪いでやってるんです。そういう話、全部もう。ジオン側が言ったら、連邦側に謝らせたらいいって、そこと新海誠監督の僕のその本当の話を映画で表現して、どちらがしっかりした内容を作れてるか競争させたらいい。これはこの後その内容を、まあ、ガンダムの、新しい映画の提案と新海誠監督の新しい映画の提案、どちらが本当のことをどこまで正直に表現できるか。もう、スズメの涙みたいな、あんな遠回しの発言、いらない、いらない、もう、巨大なミミズが、違う違う、地下で採掘、年間、世界中で採掘、ね、ガソリン、石油、石炭、ウラン鉱、金属類の、あと、
くっついてくる金属類にくっついてくる岩石含めて、その採掘量で年間200億トン分ぐらいの空洞があるのと、河川の底をしっかりと整備してない河川の底から水が抜けっぱなしであると、晴れの日ぐらいの水の量だったらいろんな箇所で3分の2ぐらい抜けてるんですよ。中間地点の山の中でもうすでに3分の2ぐらい抜けてるんですよ。でさらに下流のところいっぱいいろんなところが集まってきてるところで、さらに3分の2ぐらい抜けてるんですよ。抜けっぱなしなんですよ、政府が抜け策だから。もう抜けた作品の方、本当はそれ一文字飛ばし、作品の方、河川河川河川、はあ、まあまあそういったいろんなところでもう僕は先にノックダウンされてる状態から、もう一度そのロッテ戦の頃、正直僕本当はノックダウンもう3試合目の頃、2試合目のその失敗、嘘や、2対0で勝ってるはずやん、うつそ3対1で負けてるやんって、後からその世界戦とか全部終わってから一応確認しよう、それが世界戦にどういう影響が出てくるか分からないから、もうコンピューターもどう稼働するか分かんない、とりあえず有利悪意選手とか本当のあのチャンピオン戦に関しては勝ってるし、寺地健翔選手も勝ててると。で、まあ、井上拓磨選手に関しては世界戦で、まあ、ベルト保持者、防衛記録が、3回でしたっけ、それとも3回目の試合でしたっけ、まあ、対戦相手も日本人選手なので、まあ、一応ちゃんとここは正々堂々と井上拓磨選手側で、勝ちに行きますっていうことを言って記録をつけて、で、まあ、あの最終的な試合負けてるんですけども、まあ、そこの試合の勝ち方はその次の日の世界戦の、田中康生選手で分かったんですけども、安全面だけを意識する、相手を倒しに行くことを考えちゃダメ、相手を倒しに行くことを考えてしまうとこちらが倒されてしまうと、そのから軽い目を試合目の井岡選手で、多分もしかしたら井上拓磨選手と堤選手の試合もそうだったかもしれません、まあそういう試合であったと、それ考えたときに、その後すぐに、田中康生選手ダウンさせられてるんですよ。もう僕は相手倒しに行くっていうことを考えたときに。だから、中谷選手のときは、もう相手を倒しに行くことを考えないで、その間の那須川天心選手の試合のときは、まあ、もう王座戦じゃないか、いいやと。で、那須川天心選手のこと嫌いだって言って、で、YouTube で公表して、で、買い物行ってるんですよ。で、案の定絡んできたやつがいます。その田中康生選手があらかじめ、VTR でその4団体統一するまで、負けるわけにはいかないっていうことを自分で言ってくれてるんですよ。まあそういう部分があるから僕も頑張ろうって、頑張って頭の中供給とか、そういう方向で頑張ろうっていう気持ちになれるんですよ。で、でも一日なしは本当むちゃくちゃだから、テレビ見てなかったも、多分この間の K1 の竹内選手。もう多分心当たりあるとじゃっかり、多分僕の頭取って。多すぎる、僕は配信になる、本当に。で、ごめんなさいね、今頭の中取られてるんで、ちょっともう次の言葉出てこなくなってるんですけども、もう本当にこういう状態、言葉って、もう本当に廃人に近くなるっていう状態、言葉喋れなくなるっていう状態になるんですよ。で、頭の中今取られてる状態で、で、どこに行ってるか分かんない。もう今日、スポーツの休みにしてるって言ってても、こうなるんですよ、本当に。はあ、ちゃんと電話をかけて会いに来るんなら僕の家に会いに来る、それだけ。ルールは今までの結果で言うとですよ、テレビ局行っても結局追い返していたでしょ。僕はちゃんとテレビ局行った時に古舘伊知郎さんに会わせてくれって言ったんですよ、テレビ朝日で。一応そのテレビ朝日ではなくて個人事務所の方で、もともと久米宏さんニュースステーションを下ろしたのは僕なんですよ。で、古舘伊知郎さんを選んでるんですよ。まあ古舘伊知郎さんだったらいろんなこと、
表立って発表はしないんですよ。その頃はあの僕は動画で公開とかホームページでそういうこと一切書いてなかった頃ですから、まあまあいろいろ教えてくれるんじゃないかなと。でその結婚話に関しても、どこ誰が結婚して、でどこの誰が本当のところ何歳で、で誰がどういうふうに会いに来てとか、そういうふうな全部全てのことを分かった上で、まああの本当に僕と結婚したがってる人いますっていうところ、あの聞いてみて、で、まあ、古田磯山さんの方から、他のテレビ局とか、まあ、そこからテレビ朝日とか通して、他のテレビ局を聞いて、もう、各テレビ局の役員が集まってくる、その、別の組織あるんですよ。あの、視聴率とかをカウントするところが。な絶対みんな顔合わせするから、そこでその話出してもらって、社に持ち帰ってもらって、本当のところどうなのっていうところ、あとは各事務所、あの各番組で扱ってる人たちに聞いてもらって、で、っていうことをその当時は考えてたんです。それが2013年ぐらいなんですよ。で、もう拉致開かなくなったから、もう河川水門解析玉泉とかも、ホームページに書いても、誰も、あの、僕は、この辺誰か歩いていても僕は声かけても返事しないし、対応しないし、あ、もうこれもいいだなっていうことで、結局、皇居行くような形になりました。で、結婚希望相手を、佳子様にしていると。まあ、こういうような形なんですよ。それは今まで、本当は私もエネルギー残存量問題側だからだとか、まあ、言ってる映像とかが回ってきて、まあ、僕との結婚も考えてくれてるような発言がいっぱい見受けられたんですよ。ダブル披露宴の話だとか、まこちゃんが結婚するときに。言って追い返されてるんですよ。で、テレビ局だけ嘘言っても全然ペナルティ発生しないでしょ。今でも平気でフェイクニュースずっと放送してるでしょ。なあ、まあ今のところも河川水門解析玉泉とかあの作れるどころか、まあ、自分の人生すら立て直せない、生活保護者のままも封印されてるっていう状態ですね。面接、こないで行きましたけども、あの、介護職で時給1600円。多分僕用の仕事のチラシだと思うんですよ。1600円っていう値は。今までの勤務経験だとか、結果とかを考えたら。だけどもそれ落とされてるんですよ。もう全員で嘘つきまくって、この辺の連中なんかもそうですけども、全員ずっと金稼ぎして、もうこのまま終わってしまうっていう形。だからもうそこの、メディカルケアっていう会社に関しても、ちょっと警察の方とかでこれも捜査してください、これ本当に。もうこれ世界中の警察に、インターポールに向かって言ってます。インターポールが動いてくれなかったら無理だから、この国。国連が動いてくれなかったら無理だから。でこういう件を一つ一つちゃんときれいに解決していかなかったら、全部僕の動きが封じられて河川水門解析玉発電が開始できなくなります。自動車の生産終わったぐらいじゃ無理ですから。こんなにスポーツ業界やんちゃなことされたら。で最近やっとポジティブなニュースが流れました。オリンピックの候補地が見つからなくなったっていうニュースです。インターネット上ですけどね。だからまあインターネット、YouTube の方が本当の情報が出てくるっていうような形にも今現在変わっています。だからサッカーの試合もそうでしたけども、サウジアラビア戦。本当は10月6日のはずでしたよ。それいつの日か、10月10日とか11日とか、で、テレビの放送でもそういうの放送してたでしょう。まあ、YouTube の中にも散々嘘はいっぱい入ってるとは思うんですけども、まあ、最近やっと YouTube じゃないと本当のことが言えない社会に変わってきてると。ごく一部そこまで行って委員会で、こう気を吐きながら、コロナウイルスの件とか、ね、医療業界が悪いっていうことを、もうしっかりとね、だからこういうような形、一瞬だけですよ、1分ぐらいですけど、こういうような形で、だコロナウイルス、薬を飲ませてコロナウイルス感情を発生させるとか、そういうところまでしっかり言ってくれてる人は言ってくれてるんですよ。だけどもそれ撮影したところで政府の方が封じてるのか、コンピューターの稼働なのか、その映像を裁判所に提出しても出てこない可能性があるんですよ。裁判所の組んで。で、それが本当に人間の設定した内容かどうかもう分かんなくなってるんですよ。形として考えると GHQ から、皇室解体は言われてるわけじゃないですか。宮家解体までは。
で、宮家が解体する手順として、とりあえず男系男子を残しておきますみたいな話で話を置いておいて、結婚した人から、宮家離脱していくみたいな話に変わっていってるんですね。だってあの施設公務自体がスポーツ観戦とかそんなことばっかりでしょ。意味ないことばっかりしてるんですよ。余計エネルギーが加速するような状況。マクロン大統領は僕と同い年で、もともと僕と会った人で、本当にフランスの大統領になった人で、で、僕とマクロンさんが会って話し合いするはずだったのに、僕なしでなぜかカコちゃんが、カコちゃんも僕と会いですけど会って話するはずだったのに、マクロン大統領とカコちゃんが話してるんですよ。本当に。で、その後どうなりました？もうそれ、もうすごい前ですよ。何年も前。パリオリンピック。で、アメリカでも、オリンピック開催決定。特許一番持ってる国ですよ、コンピューターの。誰が文句言う勇気あります？僕ぐらいでしょ。もうアメリカは根性あるかどうかですよって。うん、虐殺国だったのか、原爆投下のね。それがちゃんとオリンピックエネルギーに臨むものだよ。考えて、金じゃない命の方が大事だっていうことで、ちゃんと中止するかっていうことなんですよ。いや、それはまだ、そんなんだもん。次の提案でね、そのジオン広告が連邦に謝らせた。こんなオリンピックなんか最初からせんかったらよかったやんって。一回オリンピック回転してこれ復活してたやんって、歴史でしっかり遡って見てみると、その後世界大戦始まってるやんっていう話。もう昔から同じことの繰り返しですよ、本当に。だからまあ商業原理っていう話がありますから、本当に入場してくるお客様がいてくれて、で、営業的に可能なのかどうか、本当に税金使い倒しまで、お前ら本当に何しとんねんって、そのスポーツ業界の連中って、その体育館の件もそうですけども、特にサッカー界、本当に高すぎるっていう、本当に。いや、行政が土地の持ち物だからって、あほっか、それするから建物高くなってるんやろって、エレベーターの電気代の消費代、消費量、エネルギーの消費量言ったやろって、お前ら人殺しに加担しとんねんぞって、未来の人の命だよって、20億人も命かかっとんねんぞって、そんなものに加担するなっていうぐらい言って、で、それをしっかりと淡井圭介の意見に賛成したスポーツ選手が活躍できたらいいっていう話にしておけば、話無難に済む、でしょ。で、まあ、2リーグ、J リーグ、12球団制。で、南から北への巡業に変えて、J1、J2 の、複数本拠地制度で、全部合併させて、その代わり1週間に4試合行ったらいいと。これでエネルギーの消費量はだいぶ削減できるんですよ。ものすごく。その意味がよくわからない人たち多いでしょ？ J2 のチーム数と J1 のチーム数、数えてみなさいな。人の移動のこととか考えるんでしょ？南から北に向かって順番に巡業して、エアコン使われないスタジアムとかでずっと試合してもらった時のこと、それとお客さんの、あと状態。無理だから。寒い時期に雨降ってる時に試合観戦なんか。レインコート着ていても無理なもの、無理だから、本当に。どうすんのこの赤字、消費税増えっぱなしになるこの世界、それはそれで無理だからっていう話で、エネルギーの消費量を抑え込みながら、消費税をこれ以上今のところ上げないような方向でっていう話。一応、令和新選組の宮本さんがね、消費税を下げる話してくれてますけど、これは本当に自動車のガソリン車の生産販売停止まで始まってから、それじゃなかったら消費税の上げる根拠は、消費する社会が拡大するから消費税が上がってますっていう話も入ってるんです。これは菅さんもちゃんと公表して言ってくれています。今までの人も公表しています。だから報道関係の人たちがサボりすぎなんです。そういうことを全然言わないから。だからそれも、ジオン広告の方が言ったら、アナウンサーの方が間違えた。で、家計辿ったら、総理の孫とかそういう人たちがアナウンサーになってるやろ、大臣の孫とかって、もともとアナウンサーの家計の人間がアナウンサーとかもなってるやろって。君たちが三親等以内の請求をかけられる存在だって。だから政府側に回ったらもう根拠全部なくなるんです。僕と同じことがしっかり言えて、そういう行動までできる人じゃなかったら。公給を得れる根拠ですよ。
全員ものすごい過度な違法が、これ怒るなっていう方が無理ですもん。だからもう春馬整骨院の件に関しては判例でもうすでにあるんだから、あれ作った瞬間即逮捕ですよ。作り始めた瞬間、建設業界の人間とか。第一世界大戦も第二世界大戦もエネルギーの残存の問題が元になっている以上、スタジアムとか余計に建設始めた建設業界の人間とか、だから全員逮捕せって言ったんですよ。僕は去年火災の撮影行ってる時に、こんなところにまでまだ道作るのかって思う。